美味しく食べて心が元気に健康レベルで、エミリーズキッチン。みなさんこんにちは、こんばんは。ちっちゃくても元気いっぱい、1ミリ2ミリエミリーです。私は管理栄養士として病院勤務していたことがあります。なのでその経験を生かして皆さんに楽しく栄養のことを知ってもらって、毎日元気に過ごせるようなチャンネルになるよう頑張っていきたいと思います。さあ今日はエミリーズキッチン第1弾ということで、栄養学初級編、5つの大事な栄養素について今日はお教えしたいと思います。楽しい音楽に乗せていってみよう。今日は5大栄養素についてみんなに教えてあげる。